第二章律令国家の形成に、律令国家の成立括弧四の二。今回は中央管制のお話です。中央の政治がどうなってますかどんな制度どんな役職が置かれてますか?。っていうようなお話が中心になってきます。現代社会で言うならば、政治は誰が担ってますかとか。内閣がとかってなりますか?。内閣総理大臣がいて、国務大臣が置かれていて、それこそ厚生労働省だ。 財務省だ経済産業省だとかって言って省庁が置かれてますよねこの頃はどうなのかっていうお話ですちょうど7世紀の後半から9世紀頃ぐらいのお話ですねえ古代の国家律令国家って言ったりしますけれどもその中身というか組織はどうなってますかっていうお話です2巻8章1第 5F2 つの巻が置かれてるとその一つがこれ人技巻です 神々の祭祀を司る、えー、仕事をすると国家祭祀と全国の神社統制なんかを行うのがここですでもう一つの官これが太政官こっちの方がイメージはしやすいかもしれませんね行政の全般を担うのがこっちですそれこそ省なんとか省っていうのを、えー、管轄しますね物事の決定は 基本的にこの打上官の上位の役職者で物事は決定していきます。誰っていうと左大臣右大臣それから上智ではなくて適任者がいれば置くとされてるのが太政大臣です即決の官っていいますね適任者がいれば置く彼らに加えて大納言とか中納言とかいますね で彼らがまあ「区と呼ばれて行政運営はこの「苦行が中心に行いますで左大臣右大臣太政大臣それから大納言とかね彼らで物事は決定していきますで実際に仕事を行う際には分担しながらやりますね例えば中塚詩書これが「証職の作成」とか「国士の編纂を行いますそれから文官の人事大学の管理を行うのが部署「式部将」 続けて外交、事務、仏事、宮廷音楽を扱う事務所民生、租税、国家財政を扱う民部省どこの省が何やるのっていうところをセットで押さえないといけないですね。えそれから右弁下に連なる、えー、その他省があって合わせて8省ありますね。 ここで2巻8章まで行きました。あと1台 5F って何ですかっていうところですね。1台っていうのは壇上台です。これはまあ警察権みたいなところですね。肝心の、だから役人の違法を摘発したり、行政の監察を行うと。警察みたいな感じですね。それから 5F。これは5つの F っていうところで、エジフ、サエジフ、ウエジフ。 で、表 F う表 F って言って5つですね、えー、これはまあ中央の軍事組織みたいな感じですよ中央の常備軍こんな形で、えー、2巻と8章1台 5F になってますこれが中央の完成です、えー、続いて地方じゃあどうなってますかっていうこっちいきましょうか、えー、地方はねだから今やった話が霞が関永田町どうなってますかみたいな話を で、一方で、今からやるのは、じゃあ東京都はどうって。大阪府はどう奈良県はどう和歌山県はどう岡山県はどうそんなお話ですえ。地方のお話です。え地方は、国が置かれて、軍が置かれて、利が置かれてって言って、えー、小さな区分で割り振られてるわけね。区分されてて、管轄されてるわけ。それぞれに統率者がいて、国士。 で軍事で佐藤っって言ってて言かれてる彼らがこう統治を行う権限を持ってるっていうようなイメージねで国司に関してはこれ中央から派遣されるから任期が6年で後に4年ってなりますで一方軍事の方こっちが地方の有力者であったりします 地方の有力者はこれまで国の宮津子って呼ばれてたね。彼らが軍事に任命されたりします。でこれは終身官ずっとその職につける。だってまあ地方の有力者っていうのは、まあ、コロ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 変わるわけではなくて今までは旧国のあ国の宮津子がそこの地域を治めてた。じゃああなた軍事ねってこんなイメージでしょうね。それれから地方ににはこれに加えて まあ重要なポイントには3つここで挙げますけれどもえ他の役職も置くと重要なポイントは今今日、何は、それから筑前です今日っていうのはまあそらそうで都があるんだからえここは大事だと左右共式って言って今日の、まあ、民政を扱う司る役職を置く 洲作王子を分けて東西で、えー、左右で標式を置かれます続いて何「なにこここ重要なポイントなんやねなにわの宮っていうのがあったで首都に対して福都としての役割もあっただから重要なポイントとして摂津式っていうのが置かれるでまあこれは摂津の国司のことやね、はい、役割としては一緒です で次、筑前。九州の北部です。ここは九州を、まあ、そう管轄する場所っていうところで重視される。太宰府が置かれる。まあ、外交、それから国防上の最重要地点がこのえ筑前。太宰府やね。こういった形で幼稚には特別の官庁を設けました。じゃあ次はこういった役職に就くのはどんな人っていう話をしますね。役職が与えられるのは、 それなりに異界を持った人じゃないと無理ですと誰でも太政大臣になれるわけではないし誰でも左大臣になれるわけではないんだとそれなりに位がないとなれませんと官職は異界に応じて任命されるというわけですこれを官位相当の性って言います小1位から小総いの下って言って30回あると 単位12回とかって言って12回って言ってたところから見ると、まあ、結構位階が位が30回に分かれてるっていうところで多いですけれどもその30回に応じて仕事が与えられると例えば太政大臣になるっていうんやったら賞1位じゃないとダメとかそういう決まりがあるわけですねで、えっと、その仕事に就いたならば彼らには特権がきちんと与えられると。 それは金銭的なサポートと身分的なサポートです。経済的特権っていうのは金銭面ですよね。お金。まあでもこの時お金というよりは土地です。あなたはこのくらいだから遺伝、これぐらいの土地を与えます。あなたはこの役職についてるんだからこのぐらいの土地を与えます。くらいに応じて、それから役職に応じて、えー、田んぼが。 つままりり土地が割り振られますそれから身分的特権親の異界によってある程度の異界は保障されるっていうやつですね恩異の性っていいます子孫が21歳になった時に父祖の異界に従って、まあ、ここは必ず与えますねってお父さんが1位 の異界にいるんだったら、あなたは小六位の上根とか、十五位の下根とかって言って、五位以上の貴族には、その異界によって、子孫にも一定の異界が与えられるっていう、そんな特権がありましたね。貴族には、こうやって、えー、土地、経済的特権と身分の多いの性っていうのが認められているっていうことです。最後に、補足説明をして終わります。 この律令官制では、役所に4等級の幹部職員が置かれてます。例えば、えー、国には国士が置かれてますけれども、えー、国士も4等級に分かれてます。例えば、上助上佐官って言って、この4等級の職員というか、役人がいると。 それはここの章もそうやしダザイフとかどこも一緒なんよね。四等級の官職が置かれている。これは四等完成って言いますね。はい、えー、補足説明はここまでです。えー、今回は立憲国家の成立というところで、立憲国家の中央の完成それから地方の完成、どんなこう役人の仕組みというか、どんな役職が置かれていますかっていうところを見ました。 お疲れ様でした。